東京理科大学が掲げているビジョン、日本の理科大から世界の理科大へを実現するために重要なのは、何よりも教育、研究における卓越した国際競争力を身につけることです。この国際化、グローバル化を推進するために、東京理科大学は日本の大学の旧来モデルから脱皮し、教育・研究を支える ICT の基盤をグローバルスタンダードに合わせ、世界に通用するシステムとノウハウを持った大学へと変化していくことが必要です。国際競争に打ち勝つ力を、理科大から。グローバル基準の ICT 環境で教育力と研究力を強化。教育と研究の今後の在り方を見据え、その質と効果を高めるため、東京理科大学が ICT 環境 VLE バーチャルラーニングエンバイロメントと VRE バーチャルリサーチエンバイロメントの構築に取り組みました。学校法人東京理科大学の ICT 担当理事の半谷誠一郎教授が、その目的と背景について語ります。これからの社会で、コンピューターを使う、それはもう道具のようにならなければいけない。で、一方で大学の教育あるいは研究の中でですね、果たして十分使いこなせているのだろうかと、学生はどんどんそういうコンピューターを利用できる環境が整いつつあるにもかかわらず、それを使いこなせてないという、そこを何とかしなきゃいけない。それからグローバル化という観点からしますと、やっぱり世界の中で理科大がこれから頑張っていくためには、この ICT がどうしても前提条件になる技術だろうなと、そういうことで大学としてかなり積極的にそれらを取り組もうということになったわけです。科学技術の発展や激化する研究の国際競争に立ち向かうため、世界でも通用する ICT 環境が必要です。この開発を託された学術情報システム部の松田博史氏です。これまではそうですね、理科大でスクラッチでゼロから理科大に合ったものを作るということをしてきました。で、そうしていくと、こう時代に合わせて、ブラウザーが変わったり、デバイスが変わったりと、そういうことに合わせてちょっと対応していくのがちょっと大変になっていきました。で、今回はですね、そういうところはですね、気にしないように、クラウドサービスを採用しています。世の中のデバイスとかに合わせた形で自動的にバージョンアップしてくれるので、私たちはもうそこはもう気にせず、システムの中のコンテンツに集中できるようにしました。世界とつながる必要があるので、グローバルで、デファクトスタンダードというか、みんなが使っているものをそのまま採用しています。将来この大学がやはり世界の理科大ということになるためには何が必要かということを考えたときに、今の与えられた学生さんの数をきちっと教育をし、そのクオリティを高めていく、それが今後この大学においてやらなければいけないことであろうと思っています。そういう観点からこの VLE は生まれてきたと。 VLE はこれからもそういう意味で進化をしていきますけれども、本質はやはり教育の質を保障していくというところに着地点があるというふうに思っています。ここ数年、一般化しているモバイルデバイスを考慮し、2015年に新たに整備された VLE ETAS ポータルは、これら端末から簡単にアクセスすることが可能。授業ごとに SNS のグループ機能やチャットを利用できるほか、授業中に教員が出す質問に学生がすぐに回答し、
集計結果を共有できる e クリッカー、オンラインで論文やレポートを共有しながら教員と学生がディスカッションできるダイブクラスルームなど、アクティブラーニングを促す機能が追加されました。 VRE の方のメリットをちょっと考えてみますと、他の会社とかあるいは他の研究機関の方と先生方が一緒になって一つの論文を作り上げる、こんなことはもう全く夢の世界の話ではなくて現実にもう行われている話でありまして、そういう意味で共同することによって研究力あるいは研究成果を出していくということがまさに VRE の大きな目的であるというふうに考えています。最先端と言われる研究は複数分野にまたがるクロスディスプリンな研究です。東京理科大学独自の SNS を構築し、学部学科に関係なく自由にコラボレーションを生み出すことができ、国内外の企業や他の大学との共同研究もさらに加速させます。リリース後 VRE を積極的に活用している基礎工学部材料工学科の曽我康平教授がそのメリットについて話します。対面は大事で、顔を合わせて話をしてその雰囲気からいろんなものが生まれてくるというのがあるんで、でところが、どっかの委員会で会いました、入試の監督で会いました、ちょっと会っただけの人で別に名刺も交換しなかったんだけど、あの時の話と思って名前だけ覚えておいて検索してチャットができると、それは面倒くさいからメールアドレスを調べなくて連絡しなかった場合とは違う、例えば僕で言えば違う部局の先生、野田の遠いとこにいる薬学の先生だとか、それから神楽の科学系の先生だとか、あこの前会って話面白かったよなと、でも名刺交換しなかったなと思ってもちょっと名前を探すとすぐにチャットができるので、そういう意味ではクロスディスプリンだとかあるいはその分野を超えた交流の役にも立つんだとは思います。今までなかった対話が今までない速さで生まれるかもしれないですね。研究力を高めるというところに帰着します。それはこの大学にとりまして、大学院の部分の発展を意味するものであります。まさにその研究が異分野との間の中で、お互いにこう干渉し合いながら、新しい、研究成果を出していく、そういうものをサポートするのが私は VRE の最も重要な役割であろうと思ってまして、そこがもし発展していけばこの東京理科大学がさらに、大学院に行きたいと思う学生が増え、そしてまた、日本だけではなくて海外からもこの東京理科大学で研究をやりたいという学生さんが増える、そこがまさに、この VLE と VRE をうまく組み合わせてこの大学の発展に結びつけていこうというところになるかなと思ってます。